今日ですねあの、えーあの、北朝鮮がですねあの、えー、ロケット砲ですか、ロケット砲4発ですね、あのえー、中国との,、えーですね、あの、航海の方に、中国とのあれです、ね、間の航海の方にあに発射したということで、これはですね、あのですね今あの、えー、米国ですね、アメリカの ですね、あのー。バイデン大統領と、えー。中国の習近平はですね、あのー。習近平主席の。ここであの。ですね、あのー、会談があってですね、電話会談ですか、電話会談があって。で、あのー、ロシアのですね、あのー。中国が支援。まあ、しているという、あ、ですね、あのー。C. I. A. の。情報化、あれですね、あのー。 で、こうあの米国が動いてですね、あのえっとまあ、支援するということであれば、あの支援を続けているということであれば、あのまあ,あの経済制,制裁とかですね、あのまああのですねあのその裏にある、まああのえー、軍事的なことも含めて圧力をかけたわけですよね。でそ,それであの 中国が今、ちょっとあ,のあれですよねあの、ロシアの支援を続けるかどうかということで、あの今、中国の方で今あの、審議というかあの考えているわけですよね。それに対してあの、ロシアと朝鮮北朝鮮の関係で、まあ、ロシアのプーチン大統領の方からですね、あのえー、北朝鮮のですね、 え北朝鮮のょっに、中国にちょっと圧力をかけるということで、それであのミサイルをです、ね、あの発射したというふうに、あのー、あの僕のの僕の見立てではそう考えます。